家に30センチぐらいのリボンがあれば簡単に花飾りを作れる方法をご紹介します。リボンの両端の糸を引っ張り出します。反対側も糸を引っ張り出します。このようにどんどん真ん中に寄せていきます。真ん中にリボンを寄せたら端の方からくるくると巻いていきます。そうすると花飾りの完成です。いろんな色のリボンで試してみるのも面白いかもしれませんね。では次回もお楽しみに。